こんにちは。こちら三河放送局の山口です。本日は豊川市の薄摘み桜祭り観光物産展にやってきました。ただ今回の取材目的は桜ではありません。実はあのイナリンの歌のお披露目があると聞いて取材に来たのです。イナリンの歌、一体どんな歌が選ばれたのでしょうか。でさっきちょっと賞金3万円もらったんですけど、自分らこれを今日ね、あの換算持ってるんですけど、換金してもらって3万円被災地に送ります。 AC でようやってるんですけど、思ってるだけじゃやっぱり復興しません。思いじゃなくて思いやり、形にしてやっぱ金っていうのは腐りませんし、自由にいろんな足りないものに化けます。一番いいと思います。だからね、やっぱ自分の腹痛めて頑張りましょう。俺らも辛いですけど頑張って応援します。でも今日飲みに行きます。楽しみます。じゃあいいかな。ここ豊川から日本元気にしていきましょう。お願いします。そうラップって話しちゃっていいかな。いいよ。ラップって結構自分よくカラオケとかで上司と一緒に行くと煙たがられる存在なんですけど、結構おい分かりやすいよ歌えと。だけど今日なんかこうやって認められて、ラップがなんか豊川市で市民権得たなと。今日は豊川市のラップの独立記念日だっちゅう気がしてすごい嬉しいです。頑張ります。それじゃあ聴いてください。ラップザイナリン、僕がイナリン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 だ。皮はジューシー、中身がふっくら、キツネのイナリドキング、これが豊川ワンワンエクストヒーロー。僕がイナリン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 だ。皮はジューシー、中身がふっくら、キツネのイナリドキング、これが豊川ワンワンエクストヒーロー。おいで見てみ、食べてみ、こいつたまげた本当に頬目落ちるような創作料理はお揚げで包む。酸味と甘味しか進み、拙者生まれも育ちもゆるキャラだけど B 級グルメじゃ負けらんねえ。背中からシャリが溢れそうだから、お米が落ちたら拾ってね。僕がイナリ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 ナ、皮はジューシー、中身はふっくら、キツネとイナリドキング、これが豊川ワンワンワンエクストヒーロー。僕がイナリ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 ナ、皮はジューシー、中身はふっくら、キツネとイナリドキング、これが豊川ワンワンワンエクストヒーロー。イエーおイナリ大好き、トントントン、テレビ取材引っ張りだこ、遠くのアイドルより手軽で身近なスーパーアイドル、スノワキ役が今日の主役。噂では一郎も豊川いなりず、休みに散歩と全長で、小腹すいたらいなり食べ比べ。僕がいなり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 な、皮はジューシー、中身はふっくら、キツネといなりのキング、これが豊川ワンワンワンエクストヒーロー。僕がいなり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 な、皮はジューシー、中身はふっくら、キツネといなりのキング、これが豊川ワンワンワンエクストヒーロー。僕がイナリ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 ナ、皮はジューシー、中身もふっくら、キツネとイナリのキング、これが豊川ワンワンワンエクストヒーロー。僕がイナリ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 ナ、皮はジューシー、中身もふっくら、キツネとイナリのキング、これが豊川ワンワンワンエクストヒーロー。
とヒーロー B-O-Y-O-K-A-N-E-T-W-A。ありがとうございます。すごいなんかぼーっとしてジェネレーションギャップを感じてるかもしれないですけど、まあこういうのにも慣れてってください。ありがとうございました。ありがとうございます。イナリンの歌いかがでしたか。ラップザイナリンも大好きイナリンもとても良い歌でしたね。今後イナリンが登場するイベントにはこの歌が流れます。皆さんも覚えてぜひ一緒に歌ってみてください。